はい、どうも、みなずきでございます。みなずきの日本探訪記、今日も更新してまいります。なんだかんだ言ってだいぶ、長い間、継続しておりますね。今日で29日かな、連続更新、まあしておりますが、まあこのペースでね、まあお届けしていくと、まあいずれ、ネタがつけると思いますので、まあ、更新が止まったら、あ、ネタがつきたんだな、と思ってください。そしたら、そしたらね、また、違うことを考えてね、更新していこうかな、と思っています。まずはね、自分の今持っているリソースっていうのが、どれくらいあって、まあ、どれくらいね、世間様に通用するのかというのをね、まあ、調べてみたいなと思ってやっておりますので、もし、皆様ね、これを聞いていただいた方、いいなと思いましたら、いいねと、まあ、高評価ですね。高評価とチャンネル登録をお願いします。自分のね、この生きてきた、見てきた歴史、まあ、日本をね、どんだけ面白いものがあるかというのをお伝えしたいなと思っているチャンネルです。このままね、日本を、いろんな日本のね、魅力をね、伝えていきたいな、たどたどしく、ね、こういう、まあね、聞きづらい点もあるかもしれませんが、もしよろしければ、ぜひとも、評価をいただければなと思っております。では、今日も更新してまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、九州の炭鉱の話をしようかなと思っております。先日ね、北海道の夕張の話をさせていただきました。今日は逆に、九州まで飛びまして、しかも長崎ですね。長崎の炭鉱のお話です。長崎というと、軍艦島、橋島ですね。というのが非常に有名なところですね。島全部が廃墟になって、もう誰も住んでいないというところが橋島です。で、それに対して、今回、皆様にお届けする池島というね、炭鉱がございまして、こちらはまだ人が住んでいる島でございます。はい。で、その池島なんですが、まあ本当に、九州から4キロぐらい離れた沖合にある島でございまして、この規模の島でございます。なので、橋島とね、あんまり変わった感じはしないところです。ここから、海中ですね。地面をどんどん掘り下げていって、海中に行く坑道が掘られております。軍艦島、橋島も同じですね。こんな感じで、縦坑というね、縦に長い坑道がありまして、そこから、平行というかね、鉱脈に沿って採掘を広げていくというところがこの島でございます。で、この橋島じゃなくって、この池島なんですが、この炭鉱ツアーというものを今やっておりまして、はい。池島炭鉱ツアー、池島炭鉱坑内なんとかツアーっていうね、いうのが、実はこの長崎県の、カリキュラムであるんですね。というのも、この、池島炭鉱なんですが、採掘が始まったのは1959年です。割とだからそんなに古くないんですね。割と最近の、炭鉱でございまして。で、2001年まで、営業しておりました。はい。割と最近ですね。20年前ですか。はい。で、これ行ったのが2016年なんですね。なんか今5年前の写真でございます。で、炭鉱自体はもう閉鎖はしてるんですが、外国人の研修生の受け入れを行っておりまして。なので、日本にいくつかあるみたいですね。まあ僕もこれ調べて、この行った当時は、まあ、全然認識なかったんですけど、北海道釧路の、太平洋コールマイン、釧路にある炭鉱ですね。あそこも外国人の、
研修生の受け入れをしておりまして、それと同じ形でこちらもやっております。で、今回のこの写真っていうのは、その池島炭鉱ツアーですね、これに応募してというか申し込みして行ってきたものです。こういうねトロッコに乗って校内をね案内してくれるんですね。はい。で、午前コース、午後コースとあって、まあ、今回は、校内関係、探検、校内探検と、この市街地のね、説明の案内をセットにしてもらいました。で、午前中の方は、希望すれば、このお弁当をね、食わせてくれますと。まあ、こんなアルミのね、この弁当箱で出てくるんですけど、まあ、弁当箱はくれませんので、こんな感じのね、至ってシンプルなお弁当を食べさせてくれます。で、ちなみに今、ここの集まってるところですね、港で集合した後に、この建物に移動して、で、ここで、いろんなね、説明を聞いて、またね、トロッコの方に移動するんですけど。まあ、これ、まあ、いろいろとね、ウィンクっていうね、昔アイドルいたんですけど、その写真があったんで、ポスターあったんでね、ちょっと懐かしくなって撮っちゃいました。はい。で、こちらがね、入港するための装備ですね。はい。まあ、つっても、このヘルメットと、その、ランタン、ヘッドランプですね。ヘッドランプです。背中にバッテリー背負って入っていくんですね。だから、もう、当時入港した方々と、まあ、ほぼほぼ同じような装備で入港させてくれます。で、車で移動して、トロッコに乗っていくんですけど、まあ、それも話もね、おいおいしながらやっていきます。で、こちら、その外国人の研修生を受け入れておりまして、で、今でも多分やってると思うんですね。なんで、細々とこの石炭の採掘はやっております。で、ちなみに、北海道の方の太平洋釧路コールマインの方は、掘り出した、この、石炭をですね、実は磯子じゃないか、川崎か品川のですね、品川の発電所、火力発電所あるんですけど、そこで使われております。なので、今でも稼働してる火力発電所で、使ってるんですね。はい。で、これまた面白いもんで、火力発電所って、ものすごく今効率化されておりまして、この石炭をそのまま使うのではなくって、ものすごく細かくして、まあ水かなんかで液体化するんですね。で、それで使った方が実は効率がいいということが分かりまして、今徹底的に燃料効率がいい形で、だから当時よりもものすごく効率のいいね、発電方法を今やっておりますので、まあ石炭、石油、まあ今石油がね、まあ火力発電所はメインで、まあ原子力発電所がね、今あんな感じなので、今ね、稼働してないじゃないですか。その分、ね、火力発電、風力発電、水力発電で担保しないといけないんですけど、まあ風力と水力だとそこまで、発電できませんので、やっぱ主力はね、今火力発電所なんですね。で、まあ、火力タービンを回すための燃料として、まあ、この石炭とか石油を使ってるわけですが、まあ、主なね、まあ、結局タービン回すのってあれ、水蒸気なんですね。水を沸騰させて、その水蒸気でタービンを回してっていう、結局動力的にやるのは、まあ、当時のその何蒸気発電とあんまりなんか変わってないみたいなんですよね。うん。要は、そうそう、エンジンを回すための動力が必要だというね、ところは変わらずなので。なので、原子力発電って、ものすごく注目されるんですよ。っていうのは、ウランをね、臨界にさせた時のエネルギーがものすごく出るわけです。要は発熱するんですね。で、その発熱で、水蒸気を起こさせてタービンを蒸気で回すというので、石炭とかを燃やさないでそのまま使えるもんですから、だから原子力発電って、効率がいいんです。
まあ一応エコっちゃエコなんですよ。そのね、その原子力をどう扱うのっていうのは当然あるんですけど、っていうので、まあ僕としてはね、この新たな、この放射能問題がね、解決する方向になんか舵が進んでくれればなと思っておるんですけどね。まあというのはちょっとね、話はそれましたが、一応この池島炭鉱っていうのはこういうな感じでね、トロッコで坑内に移動して、でそこからその当時の坑内のね説明ですね、だいたいどれぐらいの距離を坑道掘ってたのとか、その掘るための道具は何を使ってましたって、これからね石炭掘る機械が出てくるんですけど、まあそういうのも見つつ、あとはこのね、こういう送風機とかね、もう海中ですから空気入ってきませんからね、空気送んないとみんな死んじゃいますんで、はい、こういうので炭鉱のね、鉱脈をガリ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 削って運び出すって、こんな感じですね。こういうのを使ってますと。まあ、これはクシロじゃねえ、夕張のね、ところでも似たようなも出てきてますけど、うん、こんな感じのでね、ガリ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 削って、まあ持っていくんですよ。ね、こういうのもね、これが石炭の塊ですね。まあこういう鉱山、いいところだと、この、ね、削り出したやつくれたりするところもね、あるんで、あ、モテていいよとか言ってね、石炭僕、釧路でもらったことがありました。で、これがダイナマイトですね。だからなかなかね、ここ行くと、やっぱ、まあ一応現役の鉱山ではあるんで、こういうね、なかなか普段見れないものが、見れたりしますので、ぜひとも、まあ、3000円ぐらいでね、見れますので、行っていただけたらなと思っております。ね、こんな感じでトロッコにも乗ってね、行くんですけど。まあ本当に一部ですよ、見せておくれるのは。はい。まあですけど、勉強としては、まあ面白いのかなと思っております。それでは。はい、いかがだったでしょうか。まあ今ね、今日のお話はこの池島の炭鉱のねお話もしつつ、今の日本のこの炭鉱の利用の仕方ですね、外国人研修生を受け入れながらも細々とやっていくようなのが今の日本のスタイルでございますので、ただね、炭鉱も全然掘り尽くしたわけではないので、再開しようと思えば再開はできる状況です。なので今日本がね、海外からいろんな資源を買い求めていますけど、いざそれがね、買えなくなった場合、ね、日本の国内での一応需要、供給はね、まだ可能なはずなので、まあ、そういうところをね、希望を持ちつつ、こういうの紹介していきたいなと思っております。明日はですね、この池島の、町の方をね、ご説明いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。